済んだもんなのだ。今回は NPB で現在市場に出ている出そうな助っ人3人についてそれぞれ比較をしていきたいと思うのだ。まず先日オリックスが契約を延長しない方針であることが明らかになったレアンドロ・セレーニョ選手。今季15ホーマーを放った大砲でまさか放出されるとは思わなかったのだ。そして元中日のダヤン・ビシエド選手は功労者ながらも今年は出場機会に恵まれず退団してしまったのだ。最後に DeNA 日本一の立役者でもあるマイク・フォード選手、今年はわずか6試合の出場にとどまっており、もし市場に出てくれば欲しい球団も多そうなのだ。早速やっていくのだ。まず見ていくのはオリックスから放出されそうな見込みのレアンドロ・セレーニョ選手。アメリカ時代は AA で無双していたバッターで、AAA での実績はほぼないという若手の選手として育成契約で入団。1998年8月22日生まれの現在26歳と非常に若く、来年は26歳のシーズンとなる。年齢的には全盛期直前といったところで、来年から4年ほどは主力選手としての活躍を期待できる。2023年は2軍戦でハイアベレージを記録したことから、早くも5月には支配下選手となると、打率は低いながらも長打は多かった。守備の課題から主に指名打者としての起用にとどまったものの、57試合で9本塁打を放つ活躍。さらに2024年は開幕から打ちまくり長打を量産。その後はスランプに陥るなど波の多いシーズンではあったが、それでもチーム最多の15本塁打を放ち、 OPS758 という数字は現在の NPB では立派な数字。2023年の WRC プラスは120と1年目から平均以上の数字で、2年目の今年は WRC プラス160と助っ人野手に求められる基準をクリアしている。長打力という部分では15本塁打と聞くと少々物足りない部分もあるが、 NPB はボールが飛びにくいという環境もあり、非常に優秀な成績と言えるだろう。2022年には AA で30ホーマーを放った実績もあるパワーヒッターであり、うまくいけば30本塁打も期待できる大砲候補。とにかく若いということが非常に大きいが、一方で契約は決して安い金額にはならないだろう。若く将来性のあるスラッガーなので、それなりの出費を覚悟する必要はある。加えて守備に課題があり、現実的には指名打者としての起用になるだろうと思われるので、そこもマイナス。セレーニョ選手の課題としては選球眼の悪さが挙げられ、1年目は BB パーセント 4.28% とかなりフォアボールが少ない。2年目の今年も 6.89% とフォアボールは少なく、出塁能力は期待できない。 K パーセントも 25% 以上をコンスタントに記録しており、三振の多さも回避できない。 BBK も 0.17、 0.24 とアプローチ面にはかなり課題があり、打撃面の荒さは否めない。選球眼が悪くフリースインガーな傾向が強いことから、たびたび指摘されている成績の波を回避することも難しい。打つときは打つけど打たないときは打たないというタイプ。ただ三振が多くフリースインガーのカリビアンといえば、元西武のメヒア選手も思い出す。パワーヒッターとしてより多くの出場機会を得られるチームへと移籍することを期待したい。さてセレーニョ選手の来季以降の成績について、統計学的に予想したものが次のようになる。2025年は400打席で17本塁打、打率268、出塁率323、長打率443で OPS765 という結果に、400打席という数字がちょうど良かったので、以下のビシエド選手やフォード選手も400打席に数字を丸めて比較していこうと思う。あくまで今年のセレーニョ選手の延長線上といった傾向ながら、 WRC プラスは151予想となっており、平均的な打者の 1.5 倍の貢献度を見せている。ただ出場試合すべて指名打者とした場合は、簡易ウォーを 1.9 となり、思ったよりウォーは稼いでくれないという印象。セレーニョ選手はとにかく若いことが強みで、今後3年は WRC プラス150以上を期待できる。2030年ぐらいまでは平均以上の打撃を期待できそうなので、長期にわたっての活躍を期待することが可能。さてビシエド選手についてはもはや知らない人もいないだろうという NPB での実績豊富な助っ人。2016年に中日に入団すると、中日一筋9年間で、体にはドラゴンズブルーが流れている竜の功労者。今年からは外国人枠適用外となり、日本人選手と同様に起用できるはずだったが、中田翔の加入などもあり、2軍で250打席以上を消化。中日での扱いはここ2年で非常に悪くなっており、結果的に退団となってしまった。1989年3月10日生まれの現在35歳で、来季は36歳のシーズンとなる。年齢的には大ベテランで、成績は下降戦なので厳しい部分も多いだろう。
直近のビシエド選手について見ていくと、2022年までは WRC プラスで平均以上の打撃を発揮、立浪監督からはあまり評価が良くないようだったが、それでも初年度は割とようやっていたと言えるのではなかろうか。また一塁の守備もうまく、指名打者以外での起用の可能性があるのは大きい。今年ビシエド選手はファームで256打席に立っており、打率300、出塁率375、長打率484で OPS859 と無双している。72試合で8本塁打と長打力もまだまだ錆びついておらず、一軍での起用機会があればそれなりの数字は期待できそう。外国人枠を消費しないという点もポジティブだろう。さて、そんなビシエド選手の成績予想だが、来季400打席で打率248、出塁率308、長打率335で OPS643 という結果に、400打席で6本塁打とあまり長打力も発揮されず、2023年にかなり近い成績、WRC プラス9人予想となっており、打撃面で平均以上の貢献度を期待することは難しい。 NPB で豊富な実績を持つ選手であり、多くの経験を持っているという点を欠いたい。主力安として期待することは難しいが、外国人枠を消費しないベテラン安としての価値はあるだろう。さて、最後は DeNA のマイク・フォード選手。ポストシーズンでの活躍は目覚ましく、横浜を日本一に導いた立役者の一人と言ってもいいだろう。メジャーリーグで37本塁打を放った実績のある助っ人ながら、2軍戦も真面目にこなし、日本球界に適合しようという意思を感じさせる。フォード選手がどうなるかについては不透明ながら、横浜の編成的にはフォード選手は少々浮いた存在となっている。もし移籍市場に出なくてもトレードなりで獲得することも狙えるだろう。フォード選手は1992年7月4日生まれの現在32歳で、来季が32歳のシーズン、年齢的には下降戦なので伸びしろは期待できない。今年 NPB ではわずか22打席の出場にとどまっており、ホームランもレギュラーシーズンでは1本しか打っていない。ファームでは41試合に出場し、146打席で8本塁打とパワーは刺すが、一方で打率211、出塁率281、長打率429で OPS709 と少々数字は物足りない。フォード選手は選球眼もまずまずで、コンタクトスキルもまずまずと、バランスのいいスラッガー。ファームでの BBK は 0.54、 一軍での BBK は 1.00 とアプローチ面の優秀さは期待できる。そんなフォード選手の来季の成績予想だが、400打席に立って13本塁打とパワー面はまずまず、打率231、出塁率300、長打率375で OPS675 となり、WRC プラスは110とギリ平均以上の打撃を発揮。今年は BABIP が176とかなり悪かったことを含め、多少打率が改善する可能性はある。ただドンスクというところや打球の質を含め、ハイアベレージを期待するのは難しい。現実的には年間15ホーマーぐらいが上限といったタイプ。年齢的にも伸びしろは期待できないので、長く見ても3年ほどが限界といったところだろうか。さて、セレーニョ選手、ビシエド選手、フォード選手の3人をそれぞれ比較してきた。打撃面での期待値では間違いなくセレーニョ選手がナンバーワンということは揺るがないだろう。ただ起用ポジションが指名打者にもかかわらず、若いことから決して安い契約ではないだろう。セレーニョ選手はこの3人の中では長打力で抜きんでた存在となっており、予想でも17本塁打を放っており間違いない。フォード選手は今シーズンの年俸が50万ドル、約8000万円、トスケット安としては比較的安いというのが強み。ただフォード選手も起用ポジションは一塁または指名打者に限られるという点が厳しいポイントと言えるだろうか。予想でも WRC プラスは110と平均以上の打力ではあるものの、思ったほどは打てないといった傾向。以前広島カープは一塁にフォード選手を取るべきと述べたが、そういう意味でも悪い選択肢ではないはず。ビシエド選手に関しては長打力がかなり厳しい数字となっていて、パワー面はあまり期待できない可能性が高い。ただバンテリンドームという打者不利の球場でプレーしていたという点もあるので、もう少し狭い球場ならうまくいけば10ホーマー程度は期待できるかもしれない。ビシエド選手もフリースインガーという傾向はうかがえ、出塁能力という点はあまり期待できない。パワーで言えばセレーニョ、フォード、ビシエドの順。アプローチ面の優秀さはフォード、ビシエド、セレーニョの順になるだろう。ビシエド選手については西武が興味を持っているという噂もあるものの、西武はあまりおすすめではないように思う。西武の内野のコーナーポジションは野村大二や佐藤龍星、外崎修太の三塁コンバートも噂されており、
厳しい勝負となるだろう。今年打力不足に悩んだ西武としてはセデーニョ選手の獲得に向かうのが最も適切であるように思う。フォード選手に関しては正直市場に出てくるかどうかがわからないが、広島が獲得に動く線は低くなった。広島はすでに助っ人野手を2枚補充しており、かなり予算を積んだことからもペイロールにはあまり余裕がないものと思われる。広島は実績豊富かつある程度年俸を抑えられそうなビシエド選手の獲得は考えてもいいかもしれない。フォード選手が市場に出た場合は助っ人野手冬の時代の昨今獲得競争になる可能性もある。ただ予想でも WRC プラス110とあまり期待値は高くないので、あまり高額になるようなら獲得競争から降りるというのも手だろう。今回は現在去就が注目されている助っ人や3人について比較してきたのだ。個人的に一番のおすすめかつ大物と言えそうなのはセデーニョ選手なのだ。でもこれは多分ほとんどの野球ファンも思ってそうなのだ。穴場的おすすめ選手だと思っていたのがフォード選手だったけど、なんかじわっと人気がありそうなので意外と競争になるかもしれない。ビシエド選手は大ベテランということもあり復活に期待したいけど、やっぱり年齢的には厳しいのだ。ビシエド選手が最後幸せに日本で引退できることを願っているのだ。コメントで皆さんの感想を聞かせてほしいのだ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いするのだ。ほなまた。